どうも赤ショッピーゆうです。今回はちょっと当店にいる、チンからですね、珍しいカラシンとかの動画をちょっとピンポイントに紹介します。ワイルドレッドチリーテトラジュルエナさんです。こちら、まあ、見てわかる通り、真っ赤になります。レモンテトラの真っ赤バージョンみたいな感じですね。もう結構色が出てて、もう目も赤いし、全身綺麗も体も赤いです。で、一緒に入ってるのが、ちょろちょろ今泳ぎ回ってるのはモンクホーシャー SP のボニータってやつですね。今出てきたやつです。で、右の方に見えるちょっと青いラインのやつ、こちらファラガテトラです。こちらワイルドです。どちらもワイルドになります。ワイルドは結構綺麗ですので、おすすめですね。結構ボニータは泳ぎもありますので見栄えがすると思います。で、チラチラとよぎるのがベタ、プラカットベタの恋ベタですね。 A ランクです。で、一緒に入ってるコリドラス、ちょっと移動しましょうかね。こちらはワイルドのなんとセイです。あ、すいません、ワイルドゴステイ。そしてその後ろにいるのがコリドラス SP ガルナシノッピさんです。で、こちら、手前、こちらが、スーパーシュワレツィワイルドですね。その後ろ、こちらのゴマ模様のやつがコリドラスシクリです。コリドラスの女王とも言われています。こんな感じで、この水槽はこういうのが入ってます。あとちょっとね、後ろに隠れて見えにくいんですけど、キンペコがいます。ワイルド F1 ですね。こんなような水槽あります、まあ、こういった、動画もちょこちょこ上げれるようにしていきたいと思います。モック放射 SP ボニータかっこいいですよ、これ。ほら、こんな感じです。ですね、以上となります。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。もし何か見たいやつの動画がありましたらリクエストください。 Twitter、Instagram もやってますので、そちらでもリクエストお伺いします。それでは